闇の中を歩むためよ、大いなる光を受け、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。聖書は福音主の誕生をこのように述べています。今私たちはイエス・キリストの誕生の日をこの場で迎えようとしています。イエス・キリスト、彼こそ暗闇の中に輝いた光、世界を照らす誠の光なのです。作られたものすべてが待ち望んだ希望の光なのです。お立ちください。Thank you.
そうこと聖霊の御名によって、はい、平和が皆さんと共に、また主祭と共に。本日クリスマスの御座においでくださった皆さん、こんばんは。雨が天気にもかかわらず、こうしてイエス様の誕生を一緒に祝うために教会に集まってくださったことを心から感謝申し上げたいと思います。今降っている雨がこのミサを通して恵みの雨に変わっていきますように、ここに集まってくださった皆さんお一人お一人とご家族の皆様、また友人の皆様、そして特に今世界でいろんな困難や苦しみの中にある人々に平和が与えられますように、一緒に祈っていきたいと思います。この店のために隣にあるエリザベト音楽大学の先生方と学生の皆さんがおいでくださっています。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ふさわしいところで救い主を待ち望むことができるよう、私たちの生活を振り返り心の準備をいたしましょう。全能の神と全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。Thank you.
聖なる主よ、あなたはこの神聖な夜を誠の光キリストによって照らしてくださいました。闇に輝く光を見た私たちがその喜びを永遠に歌うことができますように。聖霊の交わりの中であなたと共に世々に生き支配しておられると私たちの主イエス・キリストによって。お座りください。
お立ちください。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリアヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた許嫁のマリアと一緒に登録するためである。
ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽を手に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は神全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみを見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。キリストに賛美。皆さんお座りください。クリスマスが近づいていたある日曜日の教会学校でのことです。先生は子供たちに尋ねてみました。クリスマスってどんな日ですか。一人の子供が答えました。サンタさんが世界中の子供たちにプレゼントを運んできてくれる日です。先生は答えました。ええ、そうなの。それではサンタさん、大変だよね。たくさんのプレゼントを持って世界中を回らなければならないから本当に大変だよ。ある一人の子供が言いました。ああ、今わかったぞ。サンタさんが大変だから、サンタクロース、サンタクロース、それでサンタクロースと言うんだね。どちらかといえばクリスマスはサンタクロースと結びつけられて考えられるようになっています。本当にサンタさんについて語るのはクロースというところなんですけれども、皆さん、1897年の夏、アメリカでバージニアという8歳の女の子が、サン新聞社に質問の手紙を出して話題になりました。バージニアさんの質問は次のようなものでした。こんにちは。新聞のおじさん、私は8歳の女の子です。実は友達がサンタクロースはいないというのです。パパに尋ねるとわからないことがあったらサン新聞に尋ねてみなさいというので、本当のことを教えてください。サンタクロースはいるのですか。
この少女の質問に答えて、1897年9月21日にフランシス・チャーチという新聞記者が返事を書きました。その一部を紹介させていただきたいと思います。バージニア、お答えします。この世の中に愛や思いやりや真心があるのと同じように、サンタクロースは確かにいるのです。あなたも分かっているでしょう。世界に満ち溢れている愛や真心こそ、あなたの毎日の生活を美しく楽しくしているものだということを。もしサンタクロースがいなかったら、この世の中はどんなに暗く寂しいことでしょう。私はフランシス・チャーチの次の言葉が心に響きました。この世の中に愛や思いやりや真心があるのと同じように、サンタクロースも確かにいるのです。フランシス・チャーチは1年に1回プレゼントを運んでくるサンタクロースよりも、いろんな形でいろんな時に愛や思いやりや真心を差し出してくれる人こそ本当のサンタクロースであることを私たちに分からせようとしているのではないかと思います。私が思います。愛や思いやりや真心をそっと気づかれないようにして差し出す人こそ本当にサンタクロースと呼ぶべき人ではないかということです。フランシス・チャーチはさらに続けて次のように言っています。サンタクロースがいなければ私たち人間の味わう喜びはただ目に見えるもの、手で触れるもの、感じるものだけになってしまうでしょう。サンタクロースを見た人はいませんけれども、それはサンタクロースがいないという証拠にはならないのです。今から2000年以上も前に、ユダヤのベツレヘムでお生まれになり、貧しい会話受けに寝かされていた血の御子のイエス様が今祭壇の前に置かれています。皆さん今このセレブの像を見ながら静かに耳を傾けていただきたいと思います。このセレブが皆さんに何を語りかけてくれていますか。沈黙の中で次のように訴えている幼子イエス様の声が聞こえてくるようです。私が生まれようとした時、宿屋には場所がなかったのです。でも自分の家畜小屋なら自由に使ってもいいですよと言ってくれた人の真心によって、私は救われました。私はどんなに小さくても、どんなに貧しくても、人が差し出してくれる愛や思いやりや真心という会話受けの中で微笑みを持って生まれますよ。
目には見えなくても本当にサンタクロースがいること、愛である神がおられることを世の人々に分かっていただくために、勇気を持って私と一緒に愛や思いやりや真心を周りの人に差し出す人になってくれませんか。最後に、ある一人の高校生の新聞記事を紹介してこの説教の結びにさせていただきたいと思います。11月29日のある新聞の中で、幸せを作るのは人と題する投稿がありました。先日あるミュージシャンのライブに行った。 CD 音源とは違う人としての声を聞き、感動を覚え、幸せな時間を過ごすことができた。今考えると、これまで CD などを聞いて幸せを覚え、音楽が幸せをくれると考えていたのだが、それは違って、幸せは人がくれると言った方が正しいのではないだろうか。例えばご飯が美味しいという幸せを得たとき、確かに美味しいのはご飯そのものだが、それらを作ったのは調理した人や生産者であり、その人たちこそが幸せを与えてくれている。となれば、私も人に幸せを与えることができるのではないだろうか。大きな幸せではなく、日常にある小さな幸せであれば作ることができるのではないだろうか。それを発見して私は自分に自信が持てるようになった。大きかろうが小さかろうが、私にも人を幸せにする力がある。その力を多くの人のために使えたらと思う。貧しさの中でお生まれになったイエス様も同じことを叫んでいると思います。私と一緒に人を幸せにすることができるように、愛や思いやりや真心を勇気を持って差し出す人になってください。することによってこの世界に幸せが広がっていくんですよ。どうぞ皆さん、物ではなくて神様の心を受け入れる人の心こそ平和を生み出す力であるということを心に留めながら、皆さん一人一人に周りの人を幸せにする力がある、その自信を持って、この高校生と同じ心を持って日々の生活に励んでいただきたいと思います。信仰宣言を行いましょう。
天地の創造中、天の創造中、地の鳥と私たちの主義を受けて、私は聖霊によってやる、ここにありやがる、この国を受けたと思って、地球に見つけられた写真に、こうなる、世に見てない、一家の一緒に働くから、天に見えるのを受けて、天の創造者である神の祈りさに、聖者と死者を裁くために、世界を救うためにお一人子をお与えになった天の父をたたえて祈りましょう。命の源にある神よ、救い主の降誕によって約束された新しい時代が始まりました。すべての人々に救い主の訪れを力強く告げ知らせることができるよう、教会に新しい力を与えてください。慈しみ深い神よ、心の闇に支配され困難を極めるこの世界に誠の平和をお与えください。私たち一人一人も救い主が示された謙虚と愛の模範に習って、温かい人間関係を築き、明るい社会を築いていくことができますように。全能の神よ、この地上で悩み苦しみ助けを求めている人々の声に耳を傾けてください。貧しい幼子の姿を捉えた本子キリストによって、困難を乗り越える慰めと勇気が与えられますように。全ての人を愛される神よ、クリスマスに初めて教会を訪れてくださった人々を祝福し、その心の憧れを顧みて誠の平和と喜びに導いてください。救いの源である神よ、主の降誕の喜びに満たされた私たちの祈りを聞き入れ、救い主が与えてくださる恵みによって世界を平和に導いてください。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。お座りください。献金についてのお知らせをいたします。封筒の中に献金袋を入れています。これから献金をお願いいたします。実績にはカゴを回しますので、順次隣の席にお回しください。またお立ちの皆様のところには係の者が献金カゴを持ってお願いに参ります。Thank you.
皆さん、神聖なこの供え物を全能の父である神が受け入れてくださるように祈りましょう。全能の神よ、喜びのうちにこの供え物を捧げて祈ります。人の子としてお生まれになったキリストに結ばれて、信じる者が神の子供として成長することができますように。私たちの主イエスキリストによって主は皆さんと共に。私さえも共に。心を込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは、まことに尊い大切な務め。主キリストをすべての預言者が待
ヨハネはその到来を告げ知らせました。キリストは今その誕生の神秘を祝う喜びをお与えになり、私たちは絶えず目覚めて祈り賛美しながら主を喜び迎えます。神の意向をあがめ、剣の山をすべての天使と共に、私たちもあなたの栄光を終わりなく褒め歌います。信仰の神秘、死の
私たちは今主イエスの血と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの恩からだと恩師に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、私たちの教父フランシスコ、私たちの司教アレクシオ・シガフマ、すべての教育者をはじめ全教会を愛の完成に導いてください。また復活の希望を持って眠りついた私たちの兄弟とすべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖女です、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神父であるあなたに2000年前に地上にお生まれになったイエス様は、これからパンという形を通して私たち一人一人の心にお生まれになってくださいます。たとえ貧しい私たちの心であっても、そこにイエス様は来てくださいます。このイエス様と一緒に幸せを作る人になっていくことができますように。主キリストが教えてくださった主の祈りを唱えましょう。現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。主イエス・キリスト、あなたは使徒に仰せになりました。私は平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく教会の信仰を顧み、お言葉の通り教会に平和と一致をお与えください。
主の平和がいつも皆さんと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。ただいまより聖体拝礼を行います。洗礼を受けたカトリック信者は聖体を拝礼することができます。順次お並びください。Thank you.
まだ雨が降っているかと思います。足元に気をつけてお帰りください。また天使のような疑いを持ってこのミサに奉仕してくださったエリザベート大学の皆さん、本当にどうもありがとうございました。とても素晴らしかったです。それでは最後に神様の祝福を願いましょう。主は皆さんと共に。皆さんの上にありますように。